住吉神社は奈良県奈良市今図市町にある神社。創建時期は明らかではないが、教法20年発行の奈良坊木津田奈海において、旧東神社一座、町会省裏にありと記されているほか、奈良幕府平城坊木港などの地市にも旧東明神として記録が残されている。神社自体に伝わる文物においても、文政8年に作られた。 ご神体箱には旧東大明神と記されており、教法17年屋根を変えた、祭の胸板にも、笹ぐ修造旧統大明神社と記されているなど、古来は旧東明神として祀られていたようである。本殿の前方の石灯籠一大蔵流にも、円柱武将面に旧統者と刻まれている。記録上に、住吉神社として、現れるのは、明治以降であり、 1881年の全国神社調査報告では、住吉神社になっていることより、おそらくこの頃に大阪の住吉大社から分霊されたと思われる。明治に韓国神社に行使されたが、この町で長チ不スの流行など良くないことが起きたので、元の場所に祭り直したと言われている。旧東明神の由来には、諸説あり、一説には旧東神社には、 白山権元が祀られることが多く、あたご権限の少子が東隣の最小寺境内にあるため、このあたご明神と並んで、白山九頭権元が祀られたとされる。また一説に、九頭は、くずであり、近隣阿坂町の勝手神社に祀られる吉の勝手明神と並んで、吉のくず明神を祀るともされる。吉の水分神の社が転じて、くず明神となったとの説もある。 1>, 1月1日7月末の土日曜日、柱が立てられてちょが吊るされ、子供みこしが出される。かつては6月開日に取り行われており、この時に油坂町の勝手神社から勝手明神の修言が訪れていたという、ありがとうございます。